こちらの強敵チャレンジクエストですね。以前に出たこちらのスイーツゴーレムの強化版っていうのが出たんで、こちらをクリアしてみたいと思います。こちらですね、いつものクエスト項目のとこにチャレンジクエストというものが設置されました。これは月別になるんでしょうかね。一応この交換品というものがあって、こちらのトレードショップのとこに星5の素材がなんと並んでいるっていう感じですね。で、この交換品を集めていくのに、このチャレンジクエストでアイテムを集めていくという感じみたいです。ちょっとやってみましょうかね。チャレンジスイーツゴーレムですね。こちらをやってみたいと思います。メンバーはこんな感じにまとめてみました。一応ですね、こちらの戦士ですね、ネネッチの戦士とかこのスピードが速いっていうんで、一応こういうのを連れていくといいかもしれないですね。戦士は結構早めのものが多いです。で、こちらのユノチの大回復ですね、とっておきの大回復を使うと結構効果的に倒せるようです。基本僧侶ですね、僧侶の回復なんかがあると便利です。メンバーはこんな感じにまとめてみましたね。サポートは一応安牌で防御を連れていきたいと思います。ではちょっとやってみましょう。いきます。こちらクエストキーの銀ですね、これを使用します。通常よりも多く使用するのでご注意ください。さあやるぞ。調子取れて大丈夫だよ。はい、ですね、ここはですね、そうだな、初回はとっておきのこのゲージを貯めるのに遵守しましょう。こんな感じでどうですか、ね、びっくりさせちゃうよ。当たってください。あー、待って待って。よいしょ、こういう感じに使っていくと効果的ですね。相手もこのチャージで大攻撃をしてくるんで、これご注意ですね。これですね、この一発がでかいんで、でここですね、ちょっとポイントがありまして、このバトルオプションですね、とっておきの行動順を自動で決定ですね。これをオフにしておくと結構使いやすいですね。今回のやつはちょっと特殊なんで、これをオフにしておきます。で、1回目回復しちゃいましょうね。まあ、地蔵を磨いてるだけなんですけどもね。まだ早いかな、でもこういう感じでちょんちょんつっついていく感じでもいいんですね。よし、ちょっと危なそうなんで、これですね、一人だけ使うっていうのができるんですよね。これ一人だけとっておきを使います。これ大回復ですね、全体大回復ですね。こういう感じに役に立ちます。行動パターンもあるんで結構気をつけた方がいいですね。もう一回使いましょう。よし、このスキルゲージの、とっておきのスキルゲージの貯金があると結構やりやすいんですね。
ん削れてきましたよ。耐性か、耐性をね、ネッチにつけとくね。力を抜いて、力を抜いて、ちょっと行くよ。この戦士のスピードが速いやつですね。これは結構火力要因で使えるんでいいですね。こんな感じでどうですか？お、どうだ。ね、回復しましょう。私たちで頑張ろう。これ2人使っちゃダメなんですね。1人ずつですね。1人回復だけやります。攻撃が結構強いんでこういう風に叩けるんですね。まだちょっと道のりが長そうですけどね。12万か、とっておきで倒せそうな感じがするんですよね。周回復しちゃいましょうかね。うん、危ない危ない、あ、危ない。生き残りましたね。全体回復やりましょう。危なかったですね。あんまりこう一気に畳みかけようみたいなことはしない方がちょっと無難な感じがしますね。こういう感じでも削れるんでちょいちょいやっていこうが堅実かと思われます。ですね。あら、危ない。危なそうですね。ちょっと危なそうな感じがするな。力を抜いて、一応体勢つけていきましょうね。いけそうな感じはするんだけどね。よくしちゃいましょう。ちょっとですね。あ、二人いけるか。攻めていきましょうかね。ここでじゃあ、あ、でもクリティカル持ってくるの忘れちゃいましたね。ちょいちょいでもやっぱり削っていきましょうね。こんな感じに耐えられるんですね。いいですよねこれね。よし、もうちょいもうちょい。Yeah!
ておきを使いたい。とっておきを使っちゃいましょうかね。攻撃でとっておきを使っちゃいましょう。ちょっと危ない感じはするんですけど使っちゃいましょう。ちょっとあれですね、まだ食らってないな。よし大丈夫、これはもう勝ったでしょ。あら、こんなに食らわない。危ない、回復しててよかった。てな感じ、ちょっと中途半端に終わっちゃいました。こんな感じで勝てました。よし、こっちのアカウントでの初見のコンクリアですね。てな感じで総量を生かしたパーティーで戦ってみました。うん、まだまだ結構この手順に関しても、研究した方が良さそうな感じではありますね。